の皆さん、こんばんは、斉藤朱夏です。声優アーティストとして活動しております。そんな私、斉藤朱夏ですが、2月10日にセカンドシングル世界の果てをリリースしました。世界の果てはテレビアニメバクアロのエンディングテーマとなっております。こちら、このね、世界の果てはですね、サビでは一気に駆け抜けていく疾走感だったり、 B メロでは優しく包み込むメロディーがとてもお気に入りな一曲になっております。これを聴いてくれたあなたが一歩前へ進めますように。それでは、世界の果てをお聴きください。以上、斉藤朱夏でした。斉藤朱夏さんからね、コメントいただいたということで、はい、嬉しいですね。はい、多分ね、ワッカさんすごい喜んでる。ワッカさん大好きだから、ね、ずっとしょかしょしょかしょって。この曲も斉藤朱夏さんは、まあ、個人名義で活動されてセカンドシングルになるということで、うん、前にね、玉上げでもバックアローはね、うん、紹介しましたね、うん、あの時はオープニング紹介しましたが、うん、今回は斉藤朱夏さんの歌をエンディングテーマ、うん、世界の果てということで、作詞が林圭さんっていう方が作詞作曲、あ、なんだ、ソロデビューの1作目からプロデュースを手掛けていると。ソロデビュー1作目からプロデューサー務めているんだ、うん、林圭さんっていう方がやっているんだよね、うんうん、しかもこの歌が、リスナーさんとかがあの目の前の壁を越えるために、まあ、こう行動できるように、うん、あの斉藤朱夏さんの歌がそういう行動ができるような原動力になってもらえればなっていうので、ああそういう思いで、うん、作ったということで、まあね、このバックアローもね、作品が壁がメインだからね、そういうのも合わせてそういう思いで作ったんだろうな、うん、素敵だな、アニメとこうリンクしているっていう ね。この、セカンドシングルの方には、まあ、世界の果て以外にも、まあ、3曲ほど入ってるということですので、そちらも手に取って聞いてみてください、はい、アニメバックアローもぜひ見てみてください。2月10日に発売されています、テレビアニメバックアローエンディングテーマ、斉藤朱夏で世界の果てでした。